北の天満宮境内にて天神川は、京都府京都市を流れる淀川水系の一級河川。現在は上流部が神谷川とも呼ばれるが、江戸時代までは神谷川の名が一般的であった。古くは西堀川と称した。天神川の名は、中流で北の天満宮の西を流れていることによる。なお、その北の天満宮と接する付近に五度井が残る。また、 市条西京国橋の左岸には、ソメイヨシノの桜並木が延々と続き、開花シーズンになれば壮麗な眺めになり、桜の名所の一つとして市民に親しまれている。京都州京区なる滝の沢山登録に発し、一旦北流。北区高根大地を囲むように東へ出た後は、大ね南流、京都市街の木の傘、北野を潤す。北野天馬宮の西方を流れ、しばらくの間にし、 王子2の東側100メートルあたりを平行して南進する。花園付近で西によって一級河川五室川を合わせ、一級河川西高瀬川と交差。五室川合流から西京国まで天神川通りと平行して、さらに南流し、南区吉祥院下の向かい町で一級河川、桂川に注ぐ。1935年6月の京都水害で被災後、花園より、 南側は現在のように付け替えられた。水害以前は天神側は丸田町通り南では天井側となって蛇行しながら西園から西京国の東側から吉祥寺へと流れ、五室川は歌川を合流部から天井側となって南下、途中に下加瀬川と立体交差して西京国を経て西中付近で桂川へと注いでいた。それが 京都水害で両河川とも沿線に甚大な被害が発生した。特に天神川沿線には人家が多く、河川の拡幅が困難なことから、小室川への付け替え、掘り込みかどうかが決定したが着工されず、神谷川周辺住民が昭和13年9月に勤労奉仕で着工、昭和15年に本格着工したが、戦時下で計画大部分は中断した。 昭和26年7月の水害で丸田町通りとの交差部付近で決壊して西の京地区が浸水した。小室川では山陰本線下流の5カ所で決壊、沿岸の時は渦政地区が浸水した。さらに有津川、瀬戸川が氾濫し、これらの氾濫は合流し東梅津から南へ山内、山陰、西京国を水没させた。被害は 床上浸水1473個、床下浸水5177個を出した。被災後に再度着工され、昭和29から30年にかけての工事で、ゴムロカーは石積み五岩のカミソリ堤防となった。また、昭和33年には、支流の神谷川に砂防ダムが作られた。1953年に、土砂災害防止のために砂防ダムが設けられたが、 完成直後から建設に関わったとみられる人たちが、大佐時期に住宅を建て、不法占拠の形で住み着いているが、砂防ダムの構造上、大きな出水のたびに大佐時期内の家屋が浸水してきた。近年では、2010年7月に浸水事案が発生。2012年7月15日の集中豪雨でも30棟の床上浸水被害があり、住民4人が、 ボートで救出される事案が発生した。このように大雨の度に繰り返し浸水していることに、加えて2014年8月には広島で多数の犠牲者を出した土砂災害が起こり、防災のあり方に注目が集まったため、京都府はそれまで黙認していた姿勢を転換して、住民の自主移転を視野に本格的に動き出した。しかし、高齢化が著しい住民の間には、 なぜ今更という反発や立ちのき後の生活の見通しが立たないことへの不安が広まっており、さらには住民組織がなく住民代表もいないために個別対応を迫られていることも重なって住民側との協議は難航している。2013年に46個あった家は2021年までに17個の解体が終わっている。参考文献、植村義弘著。 京都の治水と昭和大水害分離核2011年4月発行、取材ノートから引く上谷川の砂防ダム内、集落住民との対話が、不可欠京都新聞2013年4月3日、平成24年7月15日大雨、洪水警報に伴う、被害状況、京都市京都市の砂防ダム内に、集落60年にわたり、不法選挙京都府、退去求めて、 本格対策へ、産経ウエスト2015年1月5日、京都市の砂防ダム内に、集落60年にわたり、不法選挙京都府、退去求めて、本格対策へ。産経新聞、2018年9月9日閲覧。天神川海域地区の不法選挙について、京都市、2021年2月23日閲覧。ありがとうございます。